ブラックポストマン第5話も面白かったですねブラックポストマン見てない方は公式で90秒で分かる各話の見どころがございますのでそちらをご覧の上第5話をご覧くださいブラックポストマンは展開が早いですね今回の考察動画で1話で出てきた「足の人間は誰か」とか「水野真は実は死んでいない」などを話そうと思っていましたしかしまさか今回もう正解出てしまいました 1>, 1話のあの謎の人物はカノ直樹ですしミスの真は生きていました来週くらいまで引っ張ると思ったんですけどねということで今回はブラックポストマン全体の流れを考察したいと思います事の発端は女性の考察事件でしたこちら犯人は美術教師として捜査は終了しましたしかし美術教師は運んだとは言いましたが殺したとは言っていません 殺した真犯人は加納直樹でも水野真でもおそらくありません真犯人は佐伯市長のバックについている黒幕でしょうもしくは黒幕の息子という可能性もあります真犯人から依頼を受けて美術教師と加納直樹が死体を遺棄したんだと思います被害者と真犯人は投資ファイナンス5周年パーティーで出会いました真犯人は遊びだったけど相手が本気になったから殺したとかいうそういう最低な理由でしょう その黒幕はおそらく腎臓が悪いですだから再起死長を通じて臓器売買をしようとしていると思います本当だったらこの真犯人や黒幕は出てきていてほしいのですがきっと出てないですね最終回にシークレットゲストとして出るのではないでしょうかさて今回水野真が生きていましたなんか死んでることを強調していたのであれ生きてるのかなって思っていました ネバーランドのの悪魔として子供の味方だった水野真。なぜ今はあくどい佐伯市長の手先になっているのでしょうかパッと思いついたのが佐伯市長の息子が水野真ということはないでしょうか佐伯市長を演じている杉本哲太さんの年齢が58歳水野真を演じている小泉幸太郎さんの年齢が45歳です実年齢で言ったら厳しいです でもこれはドラマですから、佐伯市長の年齢をちょっと上げて、水野真の年齢をちょっと下げれば、可能といえば可能です。水野真の父親ということは、草薙桃の父親でもあります。だから、草薙桃に何かするぞ、などの脅しをされたのかもしれません。それで、いやいやながら佐伯市長を手伝っている。ジャーナリストの風間翔子が、この街は綺麗すぎると言ったのは、 佐伯市長の命令で水野真が邪魔な人間を消しているからではないでしょうかさてこの考察は合っているのでしょうか来週も楽しみですねここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします来週も考察動画上げますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです LINE で友達になることで LINEPayPayPay ペイペイペイで投げ銭していただけます YouTube 活動を続けたいので投げ銭で応援してくれると嬉しいです特別な見返りはないですが投げ銭してくださった方の SNS はフォローしますそしていいねやたまにコメント残しますよければご検討くださいこの動画はうんおみっくがお送りいたしました最後まで見ていただきありがとうございますこれからお仕事の方は行ってらっしゃい休憩中の方は無理せずお過ごしくださいお休み前の方は今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい